いやランセどうもミスター・ブシトでございます。本日は今川義元はななぜ名門なのかとといいいうねお話をしたいと思いますまあ戦国時代好きな人ならね名前はね皆さんもちろん知ってますよね今川義元ね名門今川家のね当主だということでね名門名門言われてますけども、まあ、そもそもなんで今今川義元は名門なのかといいね話を今日はしたいと思います戦国時代ある程度詳しいよという方はねそんなの知ってるよという方もいるかもしれません。だってあの足利の一門でしょ今川はと。 将軍足利家に連なっている一族だからそれは名門なの当たり前でしょうってい、ね、う方もいるかもしれませんが、まあ、実はですねこの今川氏、えー、単ななる血筋がいいいだけじゃないんですよねむしろ血筋だけで言うとそこまで実はね、えーまあ、そこまですごくない、まあ、もちろん足利の血は引いてるんだけど言っても足利の初流の流流なんですよね、はいまあ、どういう流れがあるのかと言いますと、えー、鎌倉時代の、ねえー、御家人でございます足利義氏っていう、ね、人がいました。 これね去年の大河ドラマ「え鎌倉殿の13人」には足利氏がね一切出てこなかったので、まあ、もしね足利氏がね出てきてくれていたらねもう少しね去年の大河見てたよっていう方にはねわかりやすいかもしれないんですけどもまあこの人も一応源氏なんですよねこの足利義勇氏の諸子、えー、子供なんだけど、えー、足利の後は継げないよっていうねあのお母さんの身分がちょっと低くて身分の高いお母さんの子供の方が後継ぐから、えー、君は後継げないよっていうねお母さんの身分が低い子供がいるんですけどもそこに吉良長氏 っていうね人がいました足利氏の足利家の分家として吉良家っていうのができてその吉良長氏のさらに分家、えー、次男ですね、えー、長男はね、えー、ちゃんとねその吉良家を継いでいくんだけどもその弟の方ですね次男の方が、えー、国氏という人がいてこの人が今川を名乗るようになりまして今川国氏となって、えー、この今川国氏の子孫が代々今川氏というふうになっていくわけです。なののでで、まあ、言ったら足利の分家である キラ家でさらにその吉良家の分家である今川家っていう家家の文家なんですよねだからよくねその足利が滅んだら吉良が継いで吉良、えー、が滅んだら今川が継ぐみたいなね将軍家はっていうまあなんかそういう言い伝えみたいなものがあったりしますけどまあ言っても分家の分家なんでそこまでね多分優先順位将軍の座につける優先順位ってそんな高くなかったなと思うんですよね。ままああででも後世にねね今川はすごかっったんんだぞっていいうううことで、まあ、そういう、ねえー、足利が滅んだら キラが次キラが滅んだり今川が次みたいなねそういう話が出てきたんだと思うんですけどもだからこう血筋だけ見ると、まあ、そこまで、えー、まあ名門って言えるのかなと、まあ、確かにねご先祖様はすごい人かもしれないけどでも文家の文家だからねそんなこと言ったらそんな文家の文家の人なんていっぱいいますからうんそんなにスペシャルなのかな今川はっていうふうにまあ思えるわけですね。そ、え、そ、ー、それでもでででももすすねねね今川が名門たるる、ね、の血だけではないいんですよ、ね、南北朝時代かからら、まあ、とてて活躍をしているからこそ えー、今川氏はね戦国時代に名門と言われるようになっていたわけです。はい。なのでですね、ここからは、えー、その知だけじゃなくて実際に今川氏がどれぐらいすごい活躍を。 えー、南北朝時代から戦国時代にかけてやってきたのかっていうのをまあ、ざっくりとお話していきます。まあこと細かにね喋ると、えー、終わりませんので、ね、戦国時代詳しい方はねいや俺はもっと詳しいぞっていう人多分たくさんいると思いますけどまあそういう方はよかったらコメントしていただいたりとかねもっと詳しく知りたいという方は参考文献概要欄に書いてますのでそちらを見てください。あくまでこれは初心者に向けてねこれから大河ドラマでね家康のことをね追っていきたいっていう人たちに向けての発信になりますので、えー、細かいところは端折、えー、っております。これはね言わせてください。さあ、えー、まず南北朝時代にねどんな活躍があったのかと言いますと、えー のの頃のです、ね、今川氏の当主に今川範国という人がいましてここののの人が東東御国の守護に任命されれていますすはちょうど刑務政権の時ですね、はい、なので後醍醐天皇が、えーね、鎌倉幕府を滅ぼしてでそれまで,では主語、ね、とかっていうのは大体北条氏がみんなやってるんですけども北条一族が全部滅亡したから後醍醐天皇は自分に味方してくれた武士たちにそういうね守護のね位を与えたりとかしてるわけですけども、まあ、その中でこの今川範国っていう人が東東江国の守護になりました。 でそしてその後ですね、えー、この後醍醐天皇と足利隆氏がまだ対立しますよね北朝側についた足利隆氏と、えー、南朝って,言ってね奈良の方に行って天皇を続けたいって言った後醍醐天皇が戦い続けるわけですけどもまあ、その時に、えー、この今川範国は、えー、足利隆氏のねまあ、自分の親戚ですから足利隆氏の方について南朝側の武将北畠昭家と戦っていますでこの時に、えー、大活躍したということはまあ、軍旗物語の中で、ね、書かれてるわけですねで。 えー、この戦いの時に有名なあの赤鳥のね旗印、えー、笠印とも言いますけどね赤鳥の旗を、ね、今川氏が使い出したよということが書かれていたりとかもします。まあ、これはね戦国時代の今川義元の、ね、時代までこの赤鳥の門っていうのはね家紋とはまた別なんですけど旗印っていってね戦に行く時に旗に、えー、掲げる。 イラストですよね赤鳥っていうのを、えー、使っていきますので、まあ、この北畠明糸の戦いの中での活躍っていうのは、まあ、今川氏にとってもとてもねこの南朝との戦いの中で活躍したことで、えー、この今川範国の息子の、えー、範氏が、えー、今度は駿河国の守護になります。 まあちょっとね、えー、細かいところを言うと少しいろいろ紆余曲折はあるんですがまあ簡単にざっくり言いますと、えー、お父さんの今川範国が東江東国守護そして息子の今川範氏が駿河国の守護というね親子で、えー、ダブル守護っていうね2か国を守護するっていう、まあ、大きい家に今川家はなったわけですね。こうして東江東国、えー、それから駿河国っていう2つの国を支配するようになった今川家なんですがさらにここからですね、えー、室町幕府にとって ここの今川家がが非常にに重要なな役目を与えられれることになりますそ対鎌倉幕府は滅びましたがでその後ね室町京都の方に幕府の中心地が置かれたんだけどやっぱり鎌倉も重要な土地ですから足利家の一族がですね鎌倉の方で鎌倉府って言ってねこの室町幕府の鎌倉出張版みたいなね鎌倉支店みたいなものを作ってですね鎌倉の方を支配していくんですが。 そこの、えー、鎌倉久保と呼ばれるね鎌倉府のトップであった足利持氏っていう人が、えー、6代目の室町将軍足利義憲に対して、えー、文句を言い出すとこう対立するんですね。まあ、っていうのも正式にあの先代の将軍からね次の跡継ぎはお前だっていう風に言われたわけじゃなくて、まあ、次の跡継ぎどうすんのってねもう先代も死んじゃったし決める人がいないよっていう中でもうじゃあくじ引きで決めちゃえっつ言ってとりあえずくじ引きで決めろっ,つってくじ引きで選ばれた将軍だったので。 え、くじ引きっておかしくないと。だったら鎌倉にいる俺を室町に行かせて証言しろやみたいなね。まあ、ざっくりと言ってますけどもね。まあ、そういう感じで、鎌倉久保の、持ち氏さんが、えー、吉典に対して文句を言い出して、かなり緊張状態になるわけですね。で、下手したら鎌倉バーサス室町っていうね、戦にもなりかねないという風になった時に、この鎌倉と、室町の、間に位置する、東遠江と、え、駿河をですね、守護していた。 え今川の当主この時の当主今川宣正が、えー、駿河国へ下すするんですねあの戦国時代みたいにみんな自分の持ってる土地に自分で住んでるみたいなね武田信玄海にいますよね上水謙信越後にいますみたいなうんそれは戦国時代はそんな感じなんですがまだ室町時代っていうのはみんなその自分の領地に在住してなくて京の方にいながらリモートで指示を出したりとかするっていうね。 自分の持っている領地に直接住んでないっていうことが基本的な、えー、まあ当時のね、えー、当たり前な勤務形態なので、えー、本当は今川のりまさんも、えー、京都でね仕事してたんですけどリモートで仕事してたんだけどやばいかもと鎌倉公方のね持ち主が攻めてくるかもしれないともし攻撃されたら大変だから現場に行って指揮を取らなきゃってことでその最前線の駿河へ下校するってことをね、えー、したわけですね。そここからでですね代々この今川氏のののってていいううは、えー、鎌倉久保が攻めてこないようにその最前線の駿河で えこう室町幕府を守るみたいな役割を与えられていました。でこの後実際に栄京の乱とかね強徳の乱とかえさらに応仁の乱とかね戦乱起こりまくるんですけどえ関東とねまあ大仁の乱は全国ですけども栄京教徳は関東の方ですね。そこ戦乱が起こりまくって戦乱,が起,こて戦乱が起こりまくるんですけどまあそこにえ毎回この今川氏のね当主がえ行ってですねなんとか対処するということを任されていました。でそんな中え応仁の乱の時にえ当時の当主の今川義忠が 戦闘で討ち死にしてしまうというね戦で死んでしまうというま大事件も起きていますまあ、それぐらいもう最前線の危険な場所で戦っていたということですねでちなみにちょっとこれ余談になりますけどもこの時討ち死にしてしまった今川義忠の奥さんの弟義理の弟が伊勢盛時後の北条早雲なんですよねでこれ今川義忠が死んじゃって その次の後次のね、えー、宇治志かがまだ子供だから助けるぜっ,つってね、えー、まあ本当はもっと細かいことはあるんですけどざっくり言うと、えー、助けるぜっ,つってね、えー、義理の弟の、ね、伊勢盛時がやってきてくれて今川家をサポートしてくれたんですよ。でこの盛時は力をつけていって最初の戦国大名って言われる北条宗運になってたわけですね。はい、まあ方丈宗運についての詳しい動画はね過去にもねいくつか出してますので、えー、そっち知りたいよという方はねぜひ関連動画を見ていただきたいんですが、まあそんな、えー、そのね方丈宗運が出てくるぐらいめちゃめちゃ揉めてた。 えもう関東の最前線を任されていたのが、まあ、今川家だよということが分かってもらえればいいと思います、まあ、そんな中で、えー、戦国時代に差し掛かって登場したのが今川義元ですね街道一の弓取りと言われた、まあ、すごい武将だったと言われていますでこの今川義元が登場するゲームなかなか面白いんですよね今川義元のお父さんは今川氏親という人です応仁ののの乱でで戦死してしてままった今川義義子子供が宇治家でその子供ががそ元になります。 ただ吉本ははは最初は今川家を継ぐ予定はなかったんですよね吉本のお兄ちゃんの氏輝っていう人がですね今川氏輝が今川家の当主になっていましたえところがこの今川氏輝がえ若くして急に死んでしまうんですねえ原因はいろいろ言われてますが、まあ、病気で死んだということになっています、まあ、急に病死してしまって後継ぎがいないという状態になりましたでこの氏輝の弟である仙学商法ってねもうあの仏の仏門に入ってるんですよお坊さんになりますってね っ、えー、っていう人と、えー、原稿を得たんこっちもお坊さんですねだから本来もう武士になるようでなくて二人ともお坊さんになってたんだけどお兄ちゃんが死んじゃって跡継ぎがいないってなったから急遽後跡継がなきゃいけないっていうことでこの弟二人がですね争うことになったわけですねで、えー、この泉岳商法っていうのが後の今川義元になるわけですね。はい。ここでこのお坊さんになった兄弟同士が争って泉岳、えー、商法の方が勝利しましたので、えー、じゃあ私が後を継ぎますと言って今川義元を名乗るようになります。 でこの義元を名乗った時に、えー、当時の足利将軍足利義治から義の、えー、一字をもらってですね返旗っていう文化が戦国時代あるんですね、えーまあ、戦国時代が中世にあるんですよねお世話になる人とか目上の人から漢字一字名前の一字をもらって自分の名前につけるみたいなねあるんですよねそれで、えー、将軍義治の義の字をもらって今川義元というふうになったわけですなので、えー、この時点で、えー、足利幕府から承認、まあ、を受けて、えー、オフィシャルに 今川義元が今川家の当主、えー、だよってことね認められたわけです。はい。ただもうこの頃になってくるとですね、えー、もうその鎌倉府っていうのは当然滅びています。はい、北条宗順によって滅ぼされました。なので、えー、室町幕府にとって今川家っていうのは鎌倉府の脅威を、えー、守ってもらうための最前線の盾みたいな存在だったわけですね。でももう鎌倉府滅びちゃってるから、まあ、言ったら室町幕府からしたらそんなにもう今川家には。 利用価値はないわけですよねそれまではその鎌倉から守ってもらうためにっていう話だったわけですからもう利用価値はなくなっているのでそこまでですねもう室町幕府の方から、まあ、今川家は重視はされてなかったっぽいですねちゃんとその自分の将軍の名前を与えるよと親戚だしね名前を与えるよぐらいの付き合いはあるんだけど今までみたいに最前線で「たんますお願いします」みたいな感じではなかったのでちょっっと関係性は気迫になっていたそ,うですでその中で今川義元はだったらやったるかと独立したるかと。 まあ吉本のお父さんの時代から今川金目録っていうのがね作られたりとかして独自の法律みたいなものを作り出してるんですが吉本の時代からまあ本格的にえもう室町幕府の支配下にあるえ今川家っていうわけじゃなくてもう俺らは俺らでやってきますよというまあいわゆる戦国大名としてのえ今川家っていうのが確立してくるんですよね。でこの今川義元は関東の,えそのね北条一族だったりとか甲斐の武田一族とかとしのぎを削りながらえ東海の覇者として 名を馳せていいくととうことになったわけです、はい、なので、えー、今川家っていうのは単純に、ね、足利の、えー、血筋だよっていうことで名門っていうわけじゃなくてこれまで南北朝時代から戦国時代までかけて常に戦乱の真っ只中を戦ってきた叩き上げの戦国武将だということですねだからこそ一目置かれていたんだもともところですね、はい、元々はね文系の文系だったんだけどそこから実績を積み上げてきてまあ文句ない。 ね実力を兼ね備えた人になっていたからみんなからすごいすごいって言われていたし今川氏自身もね下手したら将軍になっちゃいますよぐらいのことを言うぐらいのね、えー、価格になっていたというわけでございますはいで実際そのね、えー、もう一個の文句のキラシなんかをね戦国時代にはもう没落しちゃってますからやっぱ今川はすごいですねまあ、こういう経緯があったからこそなんですねはいそしてそんな今川義元が、えー、桶狭間の戦いで、えー、織田信長に敗れるわけですけども 次の動画ではではすねこの今川義元がなぜ、えー、桶狭間へ向かって、えー、信長にね討たれてしまうようなことになってしまったのかのの戦いいいいはなぜ起きたたかととう話をしたいと思います、ね、これだけ名門でやっぱすごい、ね、家ですし戦国大名として独立してこれからは自分でやってきますぜってね言ってる今川ですからえもしかしてこれ天下狙ったんじゃないかと。 今川義元ね俺が将軍になってやるぜってね京に向かってってそこで信長と戦ってねやられてしまったんじゃないかと、まあ、そういう話があったりしますが実際その辺りはどうなっているのか最新の研究ではどういうふうに言われているのかというのを後半の動画で話したいと思います。ぜひ後半もね、えー、続けて見てて見いってください